小弓城は、現在の千葉県千葉市中央区南小弓町に存在した日本の城、南小弓城とも呼ばれる。鎌倉時代初期の創建と言われ、千葉市が、上佐国との境界付近を守る要衝として築き、重心の原市に守らせた。1509年、レンガ市の柴谷県総長は、城主原種高に招かれ、小弓館で、猿楽やレンガに興じたことを、 旅日記、あずまじの、つとに記している。1517年10月15日、足利義明が、原氏を追って城を奪い、小弓御所と名乗り、里見氏の支援を受けて、御法上司法の千葉氏原氏と争った。しかし、1538年の第一次、河野大合戦で、義明が廃止すると、城を奪還した原氏は、城の北側に、新城を作り、 表記を美城と解明したただし、近年の発掘調査で、新城とされた城も室町時代にはすでに存在していたことが確実となり、実態としては二つの城を合わせて、小弓城、または、清弓城と書き表していた可能性も出てきた。そのため、近年では便宜城、旧城とされてきた小弓御所跡の城南大弓城、新城とされてきた生、 ジッハンジンヤートの城を北西美城と呼んで区別されることがある。大百地公園の西側に位置する標高20から25メートルの大地上にあり、古城、東堀、城出下などのあざなが、旧内街に残されている。四角は南西部のあざ古城の場所で千葉市が建てた案内板がある。城域の南端には八剣神社が存在しており、 周辺に小規模な空堀が残っている。ありがとうございます。